どうもー、しゃべです。セブンデイツーダイ2日目やっていきたいと思います。真っ暗で申し訳ないですけれども、ちょっとお腹が空いていたみたいなので、ブルーベリーとね、スノーベリーかじってたら、ドクロマークがついて1減っちゃいましたね、体力が。どうしよう。これ回復させるためには肉食わなきゃいけないのかな。あのドクロマークが今消えたば、今消えましたね。なんか最大値が下がってしまったんですけど、まあ1ぐらいいいかな。まあちょっとその1に流される時が来るんじゃないかなと思うんだけど、夜は何もできないね。ちょっと下怖くていけないもんな。かといってよ、中も走り出しちゃうから、ここ1個下開けといたんですよ。なので行こうと思えば行けるんだけど、入っちゃった。いやでもやめといた方がいいと思うんだよな。戦えねえもんだって今の状態じゃ。これ何の工場なのかな。工場っぽいよね。いや上もやばそう。怖っ。これホラーゲームだもんね、完全に。ゾンビさんはいらっしゃらないみたいなんだけど、ちょっとここら辺を見て暇を潰した。お、これはピストルパーツいただいてきます。ただ見つかったが最後殺されてしまう可能性が高い。今の状況だよね。ちょっとこれも調べておこうか。はい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 、こういうのいただいて後で解体しましょう。それが売ってもいいよね。でもこの耐久値じゃちょっとダメかな。あと視野角ちょっと上げました。なんか酔ってしまうという声もありましたので。お、いいね。探検はあんまりしない方が良さそうだけどね、夜はね。うわすごいね、結構ゾンビさんの声とかがあんまりしないから、あ、絶対やばい、絶対やばい。おねんねされてる人がいる、おねんねされてる人がいる。やめとこやめとこやめとこやめときます。よし、あと何時間だ。夜明け5時だっけ、4時だっけ、それぐらいだよね。あと他何もすることないんですよね。だから暇なんですけど、やることもできないので夜はビクビクするしかないね。地下がやっぱいいよね。石とか取ってられるんで暇つぶしもできるんですけどね。ゾンビさん集めて下のところ壊してもらうっていうのもいいかもしれないけどね。登ってくるスパイダーが来ちゃうと困っちゃうんですけど、まあいいや。とりあえず朝になるまでちょっとスキルページとか見て過ごしたいと思います。さあ、何にもすることがございません。なんか下にゾンビさん一匹叩いてたんだけどな。どこ行ったんだろう。でどうやって降りよっか。あそこの中入って下から出よっか。なんか飛び降りちゃう気がするんだよね、そこから降りると。なんかさっきそこら辺にもいたんだよね、ゾンビさん。もういないか。あ、いた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 。一生懸命壁を叩いてもらっておいて、後で出やすくしてもらうのもいいかもしれない。あ、明るくなってきたね。4時からだったっけ。うん、なんか今やってるゲーム全部クラフト系のゲームね。クラフト系のゲームっていうかクラフトで遊んでる感じか。セブンデイズ・トゥ・ダイはサバイバルのクラフタークラフトゲームでしょ。マイクラなんてもクラフトゲームの王道だし、FF でもギャザラーとクラフターしかやってないから。どの世界でも物資集めてなんか作ってみたいなことやってるって感じですね。いやそれがやっぱ面白いんですけど、まああと1時間くらいか。 OK、 じゃあちょっともうちょっとぼーっとしておきますな。さあ、もうそろそろ朝だと思うんですけど、本日何をしようかな。ここがあのトレーダーさんで、最寄りのなんか町みたいのが今私その端っこの工場みたいなところにいるんですけど、まず店の内容を確認して重機とかなんかあったら拾っちゃった方がいいのかな。次リスポンスの多分30日後だから、もうちょっとレベル上げてからやりたいっていうのはあるけど、レベルね、スキルポイントがまた使えるようになったら、なんだっけ、このスカベンジングがまず20にならないと使えないんだよね。あのファスト、クオリティ上とか入れられないので、スカベンジングをどんどんしていかないとダメですね。ルータイムこれもちょっと入れたいな。4ポイントだからね、あと2ポイント。
オーケー。じゃあちょっと頑張って。あ、朝なりましたね。オーケー。じゃあとりあえず下に、こっから下降りると多分骨折しちゃう骨折しちゃうんで、さっきゾンビさんがいたところまで行って、それから下に降りるのもいいかもしれないね。真っ暗だな。あのゾンビさん、何体いるんだ？うわ、2体以上いるのか。あー、起き上がった。起き上がったぞ。起き上がったけど、ちょっとそいつが怖いんだよね。ほら。来いよ。え？来ないの？来ないんだったら叩かせていただきます。なんか止まってない？大丈夫？そいつも起きちゃうような気がするけど。ほら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 。OK。この人特殊なやつ？UTT ワーカーゾンビ。そんなんいたっけ？あ、ショートパイプ。OK。ちょっと後でバラそうかな。OK。よいしょ。あ、ダメか。この人は？この人は動かない。なんか金縛りに合ってるようだ。後ろは怖いな。こうなると。はい。OK？ 最初怖いよね。で、ちょっと解体していきます。ダメだ。全く手に入らん。よし。段ボールの中なし。おー、いいのか。カウボーイブーツ。あ、なんか高く売れるんだよね、あれ。ダスターとかいうやつ。スカルキャップも高く売れるんだっけ？ここら辺は後で解体だね。こっちは何もなし。OK。じゃあ、ちょっと、もうちょっと上行ってみて。ゾンビさんはいない。やっぱりね、ちゃんと湧き直してるみたいですね。さっき帰ったら、普通に寝てましたからね。一人。道端に。ってことは、後ろに気をつけなきゃいけないってことですね。いや、拾えない。あ、これ食べた方がいいかな。お腹空いてるでしょ。はい。じゃあ、食べます。重篤はとりあえずほっといた。あ、なんかある。ここら辺多分見てない場所なんだよね。大丈夫。はい。あ、パウダーか。ないびっくりした。さあ、一番下まで来たみたい。またなんか佇んでる人が叩かれた後ちょっと動いて佇むという。なんだろう、この人。挙動が不安定。まだ不安定ってこと？ゾンビ。ほら。タフやの。はい、OK。また手に入ってしまった。ちょっと、荷物すぐいっぱいになっちゃうの、これね。これもうみんなスクラップにしていいかな。もう。これ高く売れそう。スクラップ。さあ、また手紙見つけちゃった。手紙見つけちゃったけど、ちょっと飲み物がやばい。あと1本。あと2本か。じゃあ、あと武器もないから、ちょっとね、水辺に行って水を拾ってきたいですね。食べ物もないし、チャーはあるんだけど、リードパイプ、はい。あれ、ベッドが置いてあるぞ。俺置いた？置いてないよね、この通り。ただのあれか、演出か。あれ、誰かいる？誰かいるな。これめんどくさい人じゃないの、これ。絶対生きてんだろ、お前に足を折られるわけいかないんでしょ、うちから。よいしょ、OK。はい、OK。ここは？どっから出んだ、これ。うわぁ。え、なんかちょっと強そうなやつがいるんだけど。何あいつすげえ強そうなやつがいるんだけど。後ろも怖い。え、もしかして背がでかすぎて通れない系？これ後ろから出てきたりはしない。こいつ絶対なんか落とすだろう。これのおかげで助かってます。ゾンビさんはこれ入ってこれないのゾンビさん入ってこれないんだ。じゃあ、この弱いやつから行く？とりあえず。なんか、こいつは入ってきちゃいそうな気がする。で、たまに後ろを振り返らないと。俺、食らった？食らってないね。はい。タフやろ、ほんとに。はい。はい、いいよ。いいよ。どんだけ叩け。どんだけ叩け知るんだ、お前ら。
ほら。よいしょ。あ、ちょっとずつダメージは入ってんだ。ってことはいつか壊れちゃう？壊れちゃうか。OK。次はお前だ。お前、お前タフそうだな。レベル上がっていいけど、楽に。はい、チェック。大丈夫。おお、焦げたぞ。よいしょ、3倍ダメージ。頭。ほら、すげえ強そう。なんかこれハードコアな。ハードコアなゾンビが。入れずに押して。よいしょ。でも、あ、相手に聞こえちゃった。あ、来たんじゃないこれ、ついに。ちょっと背がでかすぎて入れないとか言うけ。新しい。オーケー。やっと倒した。バイカー。バイカー。バイカーペインキラー持ってる。なんでだ？もう戦いたくないよ。やっぱりちょっと弱すぎて武器が。どっかから出ないといけないね。でもね。よいしょ。あ、ちょっとやばいやばいやばい。ふぅ。よし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 。ちょっと怖い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 。詰まると。危ない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 近づけない。よいしょ。よいしょ。一体何体倒させるんだお前。じゃあ出ますよ。で、私の住処は一体どこだ？この上？この上か。いる。よいしょ。よいしょ。もう十、何匹倒しただろう。かなり倒したけどね。ブランプの一本のスキルが全然上がらない。よいしょ。OK。あー、やっと上がった。14スキルポイント。OK。じゃ、この下も一応見ておきます。あそこ家の下だと思ったら家の下じゃなかった。こっちだった、家の下。開けてくれてる。あ、開けてくれてる。お前、角待ちか！お前！お前、角待ちかよ！ビビらせんなよ！夜開けたやつか！ちょっと待って。インフェクションになっちゃったけど、もしもない。角待ちしてると思わなかったな。ですよ。まずは、これ飲む。はい、使う。さあ、カリズマイの下は特に何もないみたい。ゾンビさんがその角待ちしてるんで、ちょっと新しい武器を作って、ウェポンスミッシングと、これ3ポイントずつでしょ。なんか知らんけど14ポイントももう溜まってるから、これとりあえず6使って、どうしようか。アーマークラフティングとかまた後ででいいと思うんだよね。これはなんだ、これクラフティングミックスファースター作るのが早くなる。ブラントウェポンのあれを強くしようか。これ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 で 5% 上げよう。はい、じゃあこれぐらいでいいかな、とりあえずは。 OK、 じゃあやっていくぞ。このところにね、一人いるんだよね。よいしょ。おお、マジか。こういうの厄介だよね。よいしょ。触りたくない、ゾンビには。おお、バイクフレーム。バイクが組み立てられるんじゃないか、こいつを倒し続けるわ。で、家がね、家のところがそこら辺にあるんだよね。うわ。あれ？あ、そうそう、ここここここ。ちょっとここから上がるのは大変だな、でもな。簡単に上がれるようにしておきたいんですけど、あいつ倒さないと話になる。よし。OK、ナイスショット。お、いいね。いいね、いいね。いいと。あと、水がやばいよね、多分。そろそろ。水 70%。はい、一応ちょっと登り降りしやすいようになったのか知らないけど。しておきました。はい、OK。ふう、じゃあ水だね、次は。水と食料。あ、やっと骨手に入った。やった、嬉しい。やっと骨手に入ったぞ。これでレシピ、ボンシル、オッケー。
やっと作れる。これで肉はぎができるよ。で、ちょっとね、荷物をね、整理していきたいと思います。OK でーす。じゃあ、荷物も落としてきたんで、探検の続きをしていきましょうか。食料の問題がまずあるのと、水を見つけないといけないので、飲み物、水場があるかな。こっちはなんか危ない香りがするぞ。おおお、これは拾っていきたい。弓矢はいくらあっても足りないからね。おっと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 、これは熱いのかな。あ、水が、あー、ここやばい、犬出てくるなって。多分こっちはまずいみたいだ。こっちまずいって、こっち来ちゃいます。ちょっと燃えてる人出てくるってこと。ワンちゃんが出てくる。またいるんだけど、巨体がいる。バイカーだよね、バイカー。はいはい、これは忘れない。はい、結構早かったです。さあ、結構歩いてるけど水たまりがないんだよな。あれ、おデブちゃん、あ、こいつ爆発するやつ、あ、これ昔いたやつじゃないの、こいつ。なんか結構前にこんなアロハシャツ着たおデブちゃんいたよね。爆発すんのかな。やけにタフで爆発はしなかったんじゃなかったっけ、確か。今ゲロは吐いてきたような気がするんだけど、あれ、その時代はやってないので分かんないですよね。よいしょ、アルファいくつだったか覚えてないですけど。タフだね。銃とか持ってんのかな。走りはしないみたいだ。走ってきたらやばいよ、多分爆発するよね、間違いなく。どんだけ撃たなきゃいけないの。ダメだ、全く死ぬ気配がないぞ。大丈夫？よし。おおお、倒れた。おまわりさん倒れたっけ。オーケー。ディスターブズツアリストだって。ツアリストだって。これしか落とさねえよ。なんだあれ、プーピーパンツデキアだって。名前、ネーミングセンス、ネーミングセンスが秀逸すぎるだろう。なんだプーピーパンツデイケアって。クソがついた、クソつきパンツデイケアだって。デイケアっていうのはあれか、赤ちゃん用品ってこと、それともあの老人向けのものなのかな。弓矢はだいぶ慣れてきたけど、近接が怖いな、まだな。この上にも一人いたでしょ。動物があと人何人もいない。飲み物とか あるかな。おお、一発？いいねいいねいいね。あ、食べ物いいね。あ、なんか暑いみたいですね、ここね。水たまりらしきものが一切ない。あー、やっぱ赤ちゃん用か、この公園があるっちゅうことは。そうだね、多分ね。裏口から入ってみる？特に何もないんじゃないの、今序盤に役に立ちそうなものは。あんのかな。ここにも何かあったりする？こんなのも作れるようになったのかね。特に何もないね。窓から行こうか。あいつ倒してからにしようか。じゃあ行きますよ。一体何があるかわからないけど、幼児教育施設みたいな感じ。本棚もちゃんとプレイヤーが入るとやっぱ起きるんだね。危ないか。なぜビジネスマンが距離取りますね。何匹いるかわかんないから怖いね、ちょっとね。あ、ちょっと待って、どういうことこれ、動けないんだけど。ちょっと動けません、動けない、ちょっと卑怯だよお前、ストップ。ちょっと一回出ますよ。一体何が起こったんだ。さあ、帰ってきたらゾンビはいなかったけど、体力がもうスズメの涙しかないんだけど、どうしよう。これ飲むしかない。そうだよね、多分。ただそうするとまた正しい選択だったのかは分からないけど、とりあえず水をゲットしよう。おおおおおお、とりあえず全部読んでいきます。これ何、これスクラップレッグアーマー、あれ、これもう読んだのか、読んだってことか。テイク、これ
もう紙に変えちゃっていいのかな。あ、ハンティングライフル。あれ、ハンティングライフル読んだんじゃなかったっけ。違った、なんでさっきの読めなかったんだ。あと水がやばい、水が。うわ、またまたびっくりした、びっくりした。いった、倒したんちゃうんかい、お前。倒したとかいなくなったんちゃうんかい。おー、あー、びっくりした。オッケー、そんなんいいから、とりあえず冷蔵庫、冷蔵庫あさって水。待って、うわー、すんぱいやがる。ちょっと待ってね、来やがった。どうしどうし、ちょっと待って、よし、やばい、囲まれ始めた。うわーうわうわー、めっさいるんだけど、ちょっとやばいかもしれない、これ。ちょっと裏口から逃げないと、お散歩ほどに巻き込まれたら多分だ。あ、水がやばいよ、水が。水どうしよう、水。まあこんな見つかなかったかな。絶対お散歩ほどだ。なんて。さあ、水が真面目に問題になりそうなので、あ、スノーベリーって1回復するんだっけ？ちょっと。あ、ちょっと回復してる。気持ち程度ね。アンロックだって。あ、なにこれ？何や？大丈夫？頼む、あれになんか売ってるくらい、飲み物が。ちょっと武器用意してた方がいいよ、多分ね。ベンディングマシーン。今さら金を入れさせるっていう話、これは入らないの、これは。ダメか、ぶっ壊して持って帰りたいけどな。おお、お前そんなところに何やってんだよ、お前。店員だった人か。よいしょ、あら、よいしょ、はい、オッケー。水の問題が解決せず、ビールって飲んだら回復するっけ。ちょっと、あ、回復しねえな、多分これ。回復しないや。喉が逆に乾くとかいう感じじゃないの、これ。水分が欲しい。頼む、水。あ、いいね、スチールピックアクスあって素晴らしい。ちょっと待って、これ、スクラップ。喜んでる暇はないんだがね。あ、山中だったら買えんじゃねこれ。これ、ナイスタイミング。ナイスタイミング。お、買える一本。俺に売ってくれよ。俺に一本売ってくれ。You do not have enough inventory space. あー、はいはいはい。じゃあ、買わせていただきます。あ、よかった。助かったんだけど。ちょっと、まさかベンディングマシーンに使われると思わなかった。あー、ちょっと回復した。でもまだピンチは続いてるね。2階があるぞ。